エスタディオネメシオカマーチョは、コロンビアの首都ボゴタにあるスタジアム、連邦区が所有、エルカンピンの名で親しまれている。コロンビアサッカーリーグに所属するミジョナリオスとインデペンディエンテサンタフェが、ホームスタジアムとしており、ここで、ダービーマッチが開催される。また、バランキージャのエスタディオメトロポリターの、メデジンのエスタディオアタナシオヒラルドと共に、コロンビア代表が使用するスタジアムでもある。 1935年、ホルヘ・エリーセル外観市長の発議で建設が決定。1938年8月10日に1万人収容のスタジアムが完成した。春工記念試合はコロンビア代表とエクアドル代表の試合であり、コロンビアは1-2でエクアドルに敗れた。1968年の改築により、 収容人数が62,500人となったが、実際は警備の都合で48,000人程度に制限されていた。その後、縮小を繰り返し現在の収容人数に至っている。2010FIFA ワールドカップ南米予選の開催前に最後の大規模改修が行われ、2011年には FIFAU-20 ワールドカップの開催スタジアムの一つとなった。スタジアム名にある ネメシオカマーチョとは、ボゴタの路面電車の前経営者であり、スタジアム建設用に土地を提供したルイカマーチョの父親である。また、愛称のエルカンピントはスペイン語で、キャンプの意味があり、もともと土地がキャンプ場として使用されていたことに由来する。ありがとうございます。